今日の道内の感染者の内訳は、札幌市が220人、旭川市が60人、進興局別では石狩管内が24人、十勝管内が17人などで、死亡は1人です。新たなクラスターは札幌市内の飲食店や認可保育施設、旭川大学などなど7カ所で発生しています。こうした中、政府は北海道を新たに緊急事態宣言の地域に加える方針を固めました。 期間は今月27日から来月12日までの予定で明日専門家に意見を図った後政府の対策本部で正式に決定する見通しです。